スタンド、アローンシェルはユニックスのシェルでシステムの復旧に用いられることを考えて設計されている。サッシュのビルトインコマンドは全てのライブラリーが性的リンクされており他の多くの Linux におけるシェルとは違って外部ライブラリーへの依存なしに基本的なユニックスコマンドを実行することができる。例としては CP は LIBC、そうや LD Linux を必要とするが、これは Core Utilities の CP は、これらのライブラリに問題があると動作しない。しかしながら、s ッ s h においては、ビルトインコマンドである CP は、影響を受けない。s ッ s h において利用できる、ビルトインの Unix コマンドには次のようなものがある。また、s ッ s h は、Android において動作する、ターミナルインターフェースとしてポートされている。Sush プラスペースは、 サッシュで用いることのできるパッチの集合体である。これはサッシュでクルート、ピボットルート、ローセットアップなどのコマンドを利用可能にしている。しかしながら、これらの機能はより新しいバージョンのサッシュで利用することができる。これらのコマンドは、いないとの環境でサッシュを利用する際に特に便利である。ありがとうございます。